キノロンとは、キノリン骨格の一箇所を、カルボニル元で置き換えた構造を持つ、化合物の総称である。ただし、医療分野で、単に、キノロンといった場合には、4キノロン骨格を持った、合成抗菌薬の系列の一つを指す場合が、ほとんどである。キノロン系抗菌剤とも言われる。キノロン系抗菌剤は、DNA ジャイレースの働きを阻害することによって、 細菌の増殖を妨げる。ナリジクス酸は、大愛世代のキノロンであり、ここに、様々な痴漢器を付与することによって、様々な抗菌スペクトルを持った、化合物が生み出された。初期に開発されたキノロン系抗菌薬は、オールドキノロンと呼ばれ、いずれも適応症はほぼ尿路感染症に限定される。オールドキノロンの代表的なものとして、ナリジクス酸 ヒッペミド酸シノキサシンなどがある。1980年代に、日本で開発されたノルフロキサシンは、それまでのキノロン系抗菌薬と比べ、グラム陽性菌に対する抗菌作用が強かった。それ以降に開発されたキノロン系抗菌薬は、それまでのものと区別されニューキノロンと呼ばれる。ニューキノロンの代表例として、オフロキサシン、ロメフロキサシン、 シプロフロキサシンなどが挙げられる。新しい疾患薬理学勝ツノ岩崎、正吾徳山、岩崎勝ツ徳山正吾南江道、東京、2018年50、505ページ。ISBN 978から4から524403356。送るく10億300048万2447。AB、図解薬理学、年高鍋島 和ズ井上、鍋島ウエ、井上和マ南山道、東京、2015年、773から776ページ。ISBN 978から4から525720612。おくるく9億2230万7421。ありがとうございます。